こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日はこちら、寺井さんのオリジナルバレンタインカラー、フェルナウールのメリノウール、全6色を編んでみるという動画をやってみたいと思います。えっ、ー、と、実はこれはね、結構前に今動画配信されてると思うんですが、結構前にあの、手元にこの毛糸が届き、 一個ずつ編んでみたいいと思いますで今回寺井さんの方からねオファーいただいてこれを一足ずつ編んで、えー、と見本として使っていただくということに挑戦してみようと思いますすごいいろんな経験をさせていただいて嬉しいんですがで同じくえっ、ー、とクリスマスカラーの方先にねそちらの方が動画に上がってると思うんですがそっちは なんか同時編みをしてでこっちは同じ6色でも1個ずつ編んでどっちが早いかとかどんな編み地になるかとかそれ皆さん見たいなと思ってると思うんですけどそんな動画を今のうちに撮っておこうと思っています。で編み始めちゃうとこの毛糸玉の形がね違ってしまうので。 えっと、今のうちにこの状態で撮っておこうと思います。本当ライブでね、どの毛糸が好きですかとか <laughs> してみたいんですが、その頃にはこのね、ま、ま、一玉 100g の状態ではないと思うので、今のうちに撮っておこうと思います。バレンタインカラーかわいい感じで、ちょっとかっこいい感じの。私、このグレーが入ってんの気になってたんですよね。そんなのも入っててね。で、この、あの、帯がかわいいんですよね。 ちょっとこう番号順に今並んでるので、それを見ていきたいと思います。V の、あ、ちょっとあれなんですが、多分 V010203040506 で、あの V っていうのはバレンタインっていう意味だと思います。えっ、ー、と、ピンクとか赤が入っているものもあるし、こんな風にかっこいいのもあるし、こんな感じのところもある。あ、だいたいピンクが入ってるか。あ、全部ピンクが入ってますね。 一番ピンクなのはこの子かなと思います。ということで、ちょっともう一回見ますね。V の1、2、3、4、5、6ということで、えっと、一気に今、並べてみたいと思います。いやー、袋から出した瞬間、すっごい柔らかくて、ちょっと感動してるんですけど、 柔らかいでなんだろう毛羽立ちとか映ってないないしで全部ちゃんと糸端がこの上からシュッとこれ外側の糸なので後から中から出すという動画もちらっと撮っておきたいと思いますいやー楽しい何日間かが過ごせそうですね私の中では10日で編んでしまおうと思っているのですが他のね えと靴下たちも編んでるのでどうなるかわかりませんがでは前半戦から見ていきたいと思います V01 24年のオータムウィンターロットということだと思いますかわいいですよねえっ、ー、と 100g 420m なのでいつものフィンガリング中細のサイズ4プライですね4本よりでメリノウール75%この メリノウールっていうのが柔らかいんじゃないかな一番有名なね羊さんの種類ですよねメリノ羊っていうね毛が伸び続ける羊らしいんですけどメーリさんの羊ってそれから来てるのかなと思うんですがこれが一番大きな,なんかウールのなんだろう名前、えっと、羊の種類ですよねまあ他にもねいっぱいいいのもあるらしいんですがメリノウールだともう安心って感じですね フェルナウールバ,バレンタインステージエディションあ,、まあそんなメリノウール75%ナイロン25%なので、えー、と強さもあるという感じですかねあっ、えー、棒針が1号から3号で鍵針が3号から4号柔軟剤は使用しないでくださいメイドインオーストリアなんだ株式会社寺井株式会社の名前まで帯に入っている テライさんオリジナルのもので一番目のはちょっとグレーというかえっ、ー、とこっちがグレーかなでここがちょっとうーんアイボリーっていうのかなに黄色とピンクという感じですこれを早速ね今日今夜から編んでみたいと思っていますで今のうちにこうやって比べておいて後で 一玉ずつ、えー、どんな編み地になるかご紹介します。ここには編み地ないですもんね。編む楽しみがあるじゃないですか <laughs> で。これは白に、えっ、ー、と、これよりも明るい赤、ピンク。ショッキングピンクって感じかな。こっちが混ぜんだみたいな感じかな。に紫とかが入ってて、ちょっと白っぽい感じです。このプツプツも楽しそうですね。でこれもこれもプツプツがあって、こっちは薄いピンクに、 紫っぽい、あれこれとも違うまたね。ピンクが入っていて。で、細かい紫もポツポツ入っています。紫好きはこっちって感じかな。白が好きな方はこれかな。ね。ではでは。後半戦はピンクピンクしてるわけじゃなくって、これね、あの、写真で見た時よりも私本物の方が好きかも、とかって <laughs>。あの、 買う時の写真とねまた違う感じもするんですがうーんさっきのとまた違うオレンジの薄い感じのアイボリーに水色が長いのが入ってて青も長,い長くって多分1段くらいかなあこれ2倍になるから多分4段くらいかなで赤って感じのものが入っているこれ多分1目ぐらいになると思うんですよね。というもの。 これだけちょっとラインが長いですね。この紫よりもね。で、これも面白いですよね。ピンクがチャッて入ってて結構長く。で、こっちはね、黄色って感じかな。こっちがアイボリーで、こっちは黄色の薄いもの。こっちもオレンジの薄いのっていう感じかな。緑に黄色が入っています。なんか、そんなにバレンタインバレンタインしてないけど、この 主張のなさが私は好きですね <laughs>。薄い色が好きなので。ね、これがかっこいい。あー、これグレーかと思ったけど、紫っていう感じでもあるな。で、白にい淡いピンクが入ってて、うーん、多分一番淡いピンクがこれですね。で、可愛らしいピンクや、ちょっとくすみカラーの緑とかも入ってて、これ、 こっちは黄緑で、こっちは青緑って感じですね。いやー、これ一番かっこいい感じです。というのを順番に編んでいきたいと思います。で最近ね、同時編みよりも、あの、一個ずつ編む方が早く編めてる。いつもね、撮影でそれで慣れちゃってるので、もしかしたらこっちの方が早いかもしれませんね。今回使うのは、アディの えー、ユニコーン 2.5mm80cm の輪針をずっと使って、えっと、編んでいきたいと思いますです,すっごい柔らかいんですけどまずは外側の糸を出してここに入れますいやーこれって柔らかさ伝わるんだろうかちゃんと伸びもあるしちょっともっちりしてる感じもありますねで発色が綺麗ですねこれはっきりしてる感じです で、中から出すのにこう指を入れておお幸先が良さそうですいやや柔らかいオレンジのと白のこのプツプツからスタートしていきたいと思いますえー、っと時間は夜夜ご飯食べてから朝のね 朝ドラの時間ぐらいまでの3時間かそれくらいを使いたいなと思っています。で、どれくらいで編めるかやってみようと思います。いや、すごい柔らかい。えー、伝わるかな音が入るかな今こう、こうやってたんですけど、ピン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 っていう弾力性を感じます。ちょっと細めな感じ、もっちりしています。ではでは。 編んできたいと思いますじゃーんバレンタインカラー1色目が仕上がりましたすごい柔らかくってまだえっ、ー、と水通ししてないんですがこんなビシッと伸びてくれて可愛い,い色に仕上がりましたここのピンクの入り方が面白いですねこんな風に斜めに入るとかそういうだけじゃなくてこう この V みたいに入ったりしてね、ここが何だろうねとかって母と言ってました。で、えっ、ー、と、オレンジはこんな感じで、ててててと入る。こっちの方はリズムが早いという感じでした。それと、このグレーとピンクのところが続いて、まあ、柄合わせしてないんですが、こんな感じに仕上がりました。バレンタインらしいキュートな靴下です。そして、えっ、ー、と、結構柔らかかったので、 えー、このユニコーンだとね、ツルツル滑ってしまう感じがあったので、もしかしたら、えー、リッケとかみたいに木のものでこう編んでみようかなと思っています。次はね、その感想を述べたいなと思っています。まあ、えっ、ー、と、あまり滑りすぎて目が落ちるという方は、えー、金属じゃなくて木の方がいいかもしれません。で、こういうね、あの、 オーダーのところとかに柄をね入れたりするのも面白いかなと思うしここに来たら裏編みをするとかねそういうのも楽しいんじゃないかなと思いますそして今回役に立ったのはこのアミコレチューリップさんのえっとプロジェクトバッグについてきたヤーンホルダーっていうんですかそれにこう1玉こんな風に入れて。 でまだね全然使い切ってない感じですよねこう入れてこう内側から出してこれねこれ自体もこう底がこんな風になってるので立ってくれて立たせてこうして編んでましたこれをね、えー、とフックにかけたりすることもできるしこれを肩にかけて、えー、と歩きながら編むこともできます。 という感じでいろんな道具使いながらまた次のを編んでみたいと思います。次のはこちらです。じゃーん。この粒ぶがまたね面白い感じになりそうですね。こっちになるのかこっちになるのか。あじゃあ私の予想はこれがこのオレンジみたいになってこの長い方がこっちみたいになるかな。で、今回はこの部分が ないのでそこがどうなるのか全体的にポツポツポツってこんなハートが飛ぶみたいな感じになるのかなと予想して編んでいきたいと思います、えー、とこれ一足編むのに、まあ、朝の時間だけ朝夜寝る前から朝の時間だけなので、えー、2日3日 3日ぐらいかかってしまったので10日で6個はちょっと無理かもしれませんが今日からちょっとね1日編めるのでこれやってみたいと思います V2 を編んできます二玉目編み終わりましたこんな感じになりました面白いですね、えー、と先っぽがこのピンクの点々,点々になったところはあ こう平らに編んでると分かるんですが斜めのラインがこう渦巻き状に入ってね面白かったです。でこの薄い紫のところとピンクの濃いところで一緒なので周期がたいあこの紫で測ると1 1センチくらいつまあ、先の部分も入ってるのであれなんですがでこの部分がねまた。 こう長く入ってるので、こっちは一目分ぐらいで、こっちは長く入ってるので、こんな風に斜めになってみたり、丸っこくなったりしてね、ちょっと面白かったんですよね。で、昔ね、プランドプーリングって言って、かぎ針とかでよくあるんですが、この何目分か、1、2、3、4、5目、5目分、あの、紫で、じゃあこの薄い、 白っぽい色の部分が1、2、3、4、5、6目だからっていうのをこうね、計算機に入れるとどんな模様になるか、何目でどんな模様になるかみたいなのがあって、それを思い出しましたね。ここちょうど丸くすることもできると思うんですけどね。という感じで。で、これがかかとのところに入るとこんな風にばらけて、ここでね、引き返し編みするので、またね、ラップターンも楽しいなと思います。 という感じになりましたこのプツプツがいいか1個目のねこのすきっと色が変わるのがいいか白の部分はうん同じ色ですねでこっちの方は一日中編めたので朝9時半から夜9時半ぐらいうん12時間ぐらいでまあいろいろね家事とかもしてで1足仕上がりました。 実質どれくらい編んでるかがわからないんですが、まあ、10時間ぐらいで1足と思ってたのがちょっと早くなってきたのかななんて思います。で昨日の夜にもう途中で編み終わっちゃったのでもう3玉目を編んでおります。3玉目はこの白っぽい部分がピンクになっててこのポツポツがどうなるかなと思ってたんですが。 この濃い赤がシャッシャッシャッとこうところどころに入ってるのでまたこれとも違うんだろうなと思ってましたじゃーんこんな感じに仕上がっておりますえっ、ー、と濃い赤の部分がこんな風にこの紫バージョンでもここの部分の長さも同じじゃないような気もするんですがこの紫とえっ、ー、とピンクの部分もあるけどこっちの方が 明るいピンクで、で、ここ赤って感じですね。それが間に入ったりとかして、いや、全部違うんですね。当たり前なんですけど <laughs>、ちょっと色が違うだけとかじゃなくて、柄の入り方も違いますね。ど、どれが好きですかね。こういうのだったら、ハッピースクラップ編み楽しいかもしれませんね。例えば、これとこれを買って、まあ、一足編んで、まだこの分余ってるので、えっ、ー、と、これとこれのハッピースクラップ編みで、 一足二足三足で編めるかもしれませんね。というのを楽しんでやっております。そうだ、えー、っと、木の輪針で編んでみたんですが結局 この糸に慣れてしまって編んでる間に <laughs>、早い方がいいなと思ったので、そっくろケツで編んでいます。そっくろケツか、えっと、アディのユニコーンがいいかななんて思います。つま先編むのとか、かかと編むのにはこのとんがりが必要で、えっと、棒としても指にこう、当たっても痛くないのはユニコーンなので、まあ、その2つで編んでいこうかなと思っています。で、途中で3本針。 クレイジートリオみたいなのも使ってみたりしたんですが、やっぱり一番早いのは80センチの輪ばりかなと思っています。どんな風に編んでいるかを全然取ってなかったので、お伝えしておこうと思います。えー、っと、まずは8目のターキッシュキャストオンから始まって、えー、こっちの面だっけあ、こっちの面だっけ最初わらびましめをして、こっちは編み出しましめで、 えっと二十四目まで増して、まあまるまるつま先、まあまるつま先を編みました。で、その後、このマーカーをつけて、五十段編みます。そうすると、二十三点五にちょうどよくなる感じなので。えっ、ー、と、十六点、あ、十七点五ぐらいになるのかな。で、えっ、ー、と、ラップアンドターンのかかとラップは十目でやっています。で、その後、また、これで五十段。 メリアス編みをしてで1目ずつ30目から28目に減らして2目駒編みをして10段編んで伸びる伏せ止めというふうなのを繰り返していってということですねこの5050 50のところが60の100段だから6,000とかそんな感じでだいたい1万いかないかな。 ぐらいなのを1日で、うん、ずっと編み続けた2万くらいは2万目くらいはね編んで靴下で1足ちょっとぐらいになると思いますそうやってね繰り返して靴下を編んでるんだなと思いますあなんか全体的に見るとこれかすりっぽくてなんかすごく和風な感じしますねこっちはほら洋風な感じ <laughs> 楽しんでおりますでつま先部分はまあ30分かかとも大体いい30分で ここを10段ごとに時計を見て、ま、ぶっ続けで編めるときは時計を見てたら、10段が14分なんですよね。何回測ってもね、いや、それを早くも遅くもできないっていうね、なんかちょっと怖いなと思いました。なので、50段が、ま、1時間10分編み続けれれば、という感じなので、最近あの、このコードの、コードさばきをちょっと新しく、 こんな風に持ってここもこう持ってピッと引っ張ってちょっと押すだけでこう編んでるんですよねこれのねスピードアップ具合があのスピードアップできてるんじゃないかなと思いますあとあとえっ、ー、とこのね側ハンガーに入れてしまうと大きくなってしまってこのね平らになってすっごいうまく見えますよね <laughs> いやだけど本当はこんなポコポコな感じですで がに入れる前の幅が結構大きく9.5センチ柔らかいからか9 5センチというくらいあいつも通りに編んでもねなってるのでもしかしたら28目で編んだ方が皆さんの足にはちょうどいいかもしれないしえとその方がね早く仕上がるかもななんて思いながら編んでいます。そうですね2足目のこのこ ポチポチ具合とこの柄からいったらハッピースクラッピー編みかいやでもこの柄のまんまでもとっても楽しいんですよねこのちょびっちょびって出てるところとこの部分の兼ね合いがねすごく面白いなと思うのでこれだけで編むかまあ綱先かかとをねなんか全然違う色合わせてかっこよく仕上げるってのも面白いんじゃないかなと思いますこれもねまたね どんな感じになるか想像しながら違いも楽しみながら編んでいきたいと思います3個目の V3 はこんな感じに仕上がりましたちょっとカラー合わせ風になっちゃったのですが 薄いピンクが全体に入っていて、あの、面白い柄のところがこれですね。で、えっ、ー、と、結構このポツポツの幅とかも長くって、ポツポツが好きな方はこっちという感じですね。で、こっちは白い、この、こっちのラインの方が好きな方はこれという感じです。えー、どうだろうどっちがバレンタインっぽいかと言われたらこっちかな。こういう、あの、プツプツしてるものって、こう、裏がね、 とてもかすりみたいでかわいらしいんですよね。これもね。で、こっちの方がなんか和風な感じがしますよね。こんな風に仕上がりました。で、えっ、ー、と、これは朝9時半から夜9時半ぐらいまでかかったんですが、こっちを あの、編んでる間にちょっと風邪をひいてしまって1日半くらいかかってしまいましたね。やっぱりね、元気でいるということは編むのにも影響しますね。えっ、ー、と、発見が2つありました。まず1つ目。残っている毛糸結構あるなと思って重さを測ってみたら、なんと 50g ありました。こっちの靴下も 50g あったので、ということは、もしかしたら2足編む。 編めるかななんて思って、で薄々ちょっとね今までも柔らかい毛糸とかを使って編んだ時に結構余るなーって思ってたんですよねなのでもしかしたら柔らかいこういうメリノウールの糸とかは1玉で2個2足いけるかもしれませんねちょっとここがね普段の靴下より短めなのかもしれませんがあでもな1 7ンチあこれか1 6ンチくらいありますね。 1cm 短いだけなんですがこれでもねうちの母はここがねあまり長くない方が履きやすいと,えとこっちはそんなにあっためなくてもいいという母はこれくらいが好きだと言ってたんですがそれだったら2足いけるかななんて思いましたそしたらこっち2足こっち2足という感じでもいけるしこれともう1個ハッピースクラッピーとかっていう手もありかななんて思いましたそして今あの アミコレチューリップさんのプロジェクトパックのこのヤーンボールの方に入れて編んでるって言ったんですがずっとこれが何か気になっててそしたらあのマグネットが入ってましたねなので普段はこっちにこう入れてるんですがここのこっちにもマグネットがちょっと全然映ってないですね暗い。 ここの丸が何かなと思っててでこの丸が何かなと思ってたんですがここにパチッとこうついてこう引っ張っても取れないっていうかねまあ、うん、ちゃんと引っ張れば取れるんですけどここから倒れないでいてくれるっていうのも素晴らしいなと思ったし私の場合はちょっとこう金属のとこにこれこうくっつけて立てておいてちょっと距離があった方がいいのでちょっと立ってこう編むとかあとまあ座って編むきはこうしてね こっからこう出していました。こっちだと、このチャックのね、ここに引っ掛けてしまったりするので、こっちの方がおすすめです。なんていういろんな発見をしながら編んでいます。ということで、V123 を全部編んできましたが、ちょっと一旦申し訳ないのですが、動画を一つ切らせていただいて、後半のものはまた、 次の、明日の動画かなにあげたいなと思います。で、同じバレンタインで、同じシリーズっていうことで、似てるかなと思いきやこう、だんだんこのコツボツがこう、増えていって、周期はね、多分一緒だと思うんですよね。こっからここ、あそうでもないか。おちょっと周期も。えっ、ー、と、V01、1番目は、 えー、11cm あでもなあちょっと短くなってるかも9ンチ、2番が9ンチくらいでこっからここだとしてあっ1 0ンチ1 1 9 1 0という感じであちょっとずつ違う感じなんですねでここに入っている色の長さは多分一緒だけど えっと、色が全然違うというか、こっちの方が赤紫で、こっちが紫という感じですよね。このピンクも微妙に違うっていうか、同じ色がない。紫もこっちの方が薄い感じもするしかといってすっごい違うわけでもないので合わせようと思えば合わされるかな。このつぶつぶのところもこれはこういう感じだけど、ここは何だろう、もう一列ある感じがしますよね。でこの 白っぽい何もない柄のところも幅が違うという感じになりました。皆さんがもしこれをね、買ったらこの柄がどうなるのかとかね、すごい楽しみですね。でこれはここを活かした色にすればいいんじゃないかなと思うんですよね。もしかしたらこれが全部にあるかもしれませんね。ということで、えー、っと、バレンタインカラーフェルナウール。 寺井さんオリジナルのバレンタインからメリノウールを編ませていただいた前半戦でした次回はこの3つを編んでみたいと思いますえっ、ー、と時間とか、まあ、また気づいたことがあったら動画にしたいと思いますあえっ、ー、とこの編み地を見ないで買って編んでみたいという方は 編んでから私の動画をご覧ください。<laughs> ということで今日も最後までご覧くださりどうもありがとうございました。幸せ柔らかい糸。<laughs> また次の動画でお会いしましょう。